二次三ジャンバー、大体二次三次のラジオ。二次から三次の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。ただいま、いい子にお留守番してた白雪智恵です。この番組は二次三次に所属する VTuber が毎週日曜の大体午後2時から3時シーズンごとにお届けしていきます。7月から9月までのパーソナリティは私白雪智恵が務めさせていただきます。いやー、あ、そうです、皆さん気づいたかな。どうだろう、気づいてなかったらそれはそれですごく嬉しいんだけど、今週はリモート収録となっております。なので実はね、今ね部屋からお送りしてるんですね。そう、すごい寂しい。私これスタッフさんにも言ってるんですけど、スタッフさんのこうクスクスとかガハハハっていうのがね本当に救われてて、もうなんかもう寂しいね。今聞いてくれてるのかな、寂しいですよ本当に。あ、でもそう言いつつ、このあぐらもかけるし、いや座禅も組めちゃうんですねこれね、下でね。あ、笑ってくれないんだ。そうです、でもだから好き勝手できるのはね嬉しい。あ、今はいチャットでね笑ってくれました、よかった、優しいですね。結構この夏白雪ね新しいことになんと挑戦し始めまして、うん、あの私もともと肩こりと腰痛がすごくて整体に通ってるんですよ。姿勢も良くしたくてね。で、そしたら深刻そうにいつもその担当してくれてるそのお兄さんが、白木さんちょっと本当に筋力が足りなさすぎると言われて、で今までその階段で上がったり、ま、駅まで歩いたりとかしてたんですけど、ちょっと足りないと、うん、このままだとまずいって言われたから、なんとねジムに通い始めたんですね。そうだから今日もねリモート収録って聞いてたからね、実はジムから帰ってきてね、もういそいそと、そう朝行ってきたんですよ。だったりだから今ね通ってますね。仕事帰りにちょっと1時間とか2時間とか、もちろん配信があったりするのでね空き時間にはなるけどね、通ってますよ。皆さんどうですか、筋トレめっちゃ楽しい、やり始めたらすごく楽しくて、やっぱり汗かくのはいいですね。うん、よかったら皆さんもね何かこうなんだろう、結構運動不足になりがちなね今時期なので、こう積極的に運動してみてはいかがでしょうか。ぜひ皆さんも本当おすすめです。私も今頑張ってるので皆さんもよかったら一緒に頑張りましょう。では早速始めていきましょう。本日もだいたい3時までお付き合いください。白雪智恵です。では早速ゲストの方に登場していただきましょう。今週はこの方が来てくださいました。はい、こんにちは、どうも皆様、シリニ女学院中等部1年劇道公開所属二次三次も所属のシオシャンゴです。どうもよろしくお願いします。サンゴさん、いらっしゃい、ありがとう、来てくれて。こんにちは、どうもお邪魔します。どうもどうも、ドキドキ。私さ何回聞いても、そのさ自己紹介のさ、なんて言ってるのあれ。シリニ女学院中等部1年演劇同好会所属、二次三次も所属の周防サンゴと申します。よろしくお願いします。もうね覚えられないし、それね噛まずに言えるのほんとすごいってね毎回思ってた。いや褒められちまったな。セレネ女学院、セレネ女学院中等部、あもうダメだ、言えますよ今言える流れ、言えそうでしたよ。ほんとに言えるかな言えますよこれは、ちょっと慣れです、はい、慣れ、うんうん、慣れなのかな。ちょっとより詳しく自己紹介をお願いしたいんですけれども、どうでしょう。自己紹介、うん、迷うよねこれね。自己紹介
じゃあなんか好きな、うん、好きなことは好きなことポチャッコというキャラクターが好きなんですが、そうなんですね。ポチャッコというキャラクターご存知ですか？なんか白い犬みたいな。そうですね、白と黒の小犬なんですよ。合ってた？まあそうなんですけれども、あのサンリオのね、はいはい、あのサンリオさんが1989年にデビューさせたキャラクターになっておりまして、はいはいはい、ただいま、まあ、最近人気もうなぎのぼりでサンリオキャラクター大賞人気投票で第3位を皆様のご協力のおかげで第3位刻ませていただいております、はい、皆さん、こちらのスオサンゴちゃんは、大のサンリオ好きなんですね。お分かりいただけたでしょうか、うん、というそんな女でございます。そう、サンゴのこともそうですが、何よりそれより今回はゲストに呼んでいただいたということで、まあ、ポチャッコのことを皆さん覚えていただきたいということですね。今私への感謝じゃなかったんだ、ゲストに呼んでいただいたということで、白木さんありがとうございます。流れポチャッコに全部取られたね今ね。たは、あ、白木先輩ありがとうございます。ありがとうございます。遅いよ、後付けなんだよ。そんなことない。けど私サンゴちゃんとさ、こうやってさ、ちゃんと喋るのさ初めてだから、今日ね、あれなんだよ、サンゴちゃんにちなんであることをしてるんだけど、気づいてくれてる？なんだろう、あること、私にちなんだあることですか？ポチャッコを横に置いてるとかかな。違う、私の顔を見て。顔？目だ。アイメイクか。アイメイクですか？アイメイクをね、サンゴちゃん色にしたの。本当だ、おしゃれだ。この服装でこのメイクはしないんだよ。うん、本当にしない。ちょっと皆さん聞きました、うん、指針ですねこれ。ハハハハ、いただいちゃいました。なのに、なのにポチャッコの方が大事なのね。でも白木先輩に呼んでいただけたのはすごくすごくすごく嬉しくて、本当に、いや私も嬉しい、ドキドキと思って今日まで来た感じですね。本当に初めましてではないけれども、本当にちゃんと話すのないよね。コラボとかもさ、はい、初めてですね。あったっけ？いや、だよね。ないですね。うん、ないです。でもね、私結構サンゴちゃんのね配信とか見に行ってるから全然初めてな気しないのよ。うん。結構覗いてるよ。ここな、何をこれ？皆さん、うん、一緒に。のやつ、セリフのやつとか、あとゲームとかさ、結構懐かしいゲームをさ、爽快感あふれるプレイをするじゃない。なんか即やり直すみたいな、直前にやり直してさ、また始めてみたいな。そうですね、すぐに時間速攻の方させていただいておりますので、下手ではあるんですが、いやいや、でそれにその爽快感と一緒にマシンガントークとかね、あれ気持ちいいよ。なんかこう作業配信としてすごくね助かるんだよね。うん、本当ですか、嬉しい。ちょっと画面見なくても楽しめる配信でありたいと思ってるので、いや本当に本当に、しかもね、お声が本当可愛らしくもあり、綺麗でもあり、あと結構ね、男の子の声とかもね、いや得意だものね。嬉しいです、白木先輩のような声の素晴らしい方に褒めていただけるなんて、ごって今日は幸せもんだな、今日はもてなされちゃう。いやいや、だから私もそう、ずっとなんか、あ、話したいけどな、中学1年生、12歳でしたっけ？はい、12歳、中学1年生です。いいのかなっていうね気持ちがあって、うん、なんだ、さ、ラジオ、カセット、ゲームカセットとかってわかる？わかりますよ。64とかわかる？64はゲーム機だってことはわかります。なんかマリオ64とかドンキーコング64ってよくゲーム実況とかでやってる方がそう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 いるんですけど、ただ64がどういう機械なのかは申し訳ないことに見たことがないのでわかんないです。なるほど、64そっか、ファミコンとかもじゃあそうだよね、うん、昔のゲーム機みたいな感じなんだね。そうですね、スイッチオンラインでできるなっていう感じです。そうなんだ、怖い、恐ろしい。ちょっと今日何回かもしかしたらジェネレーションギャップが発生するかもしれないんですけれども、ちなみに私はね、サンリオね、うん、バットバツマルとケロケロケロピーしかわかんないんだけど。いや最高、可愛いですよね2人とも。あ、よかった。はい、2人ともポチャッコと同じハピダン V っていうユニットにいて、まあちょっとレトロキャラクターブームに今一応一役買ってるところなので。そうレトロって言いました今。ちょっとレトロキャラブームっていうことで今やらせていただいてますね、割と。レトロ、レトロ、はい、
まあ、ケロッピ君は1900何年だ、もう89年のポチャッコよりも2人とも、ん、松丸くんの方がちょっと後かな、でケロッピ君はもうちょっと前とかなんで、もうレトロですかね。え、逆に今一番新しい新人の子っているの？新人の子で行くと、うん、ビートキャッツちゃんとかですかね。あとは音ゲ？あ、結構踊ったり歌ったりするような猫ちゃんたちなんですけど、意外とかすってる。なるほど。あとコギミュンちゃんとか結構新しめで割と取り上げられてるキャラクターな気がしますね。それは後期のキャラとかだったりするの？小麦粉の妖精ですね。小麦粉の妖精、はい、小麦粉の妖精、小麦粉が妖精になっちゃうのね今。はい、おにぎりになりたいキャラクターなんですよね。おにぎりになりたい、はい、サンリオのキャラクターです。すごい、いやもうサンリオさんすごいね本当に。何でも叶うじゃん。何でも叶えますよ。え、じゃあ私もサンリオに行ったらなんかこう純粋無垢なキャラクターに生まれ変われたりするのかしら。え、今こんな欲にまみれてるけど、純粋無垢じゃない、欲にまみれてるのは純粋無垢じゃないんでしょうか。純粋無垢じゃないんですか。あ、欲にまみれてることが純粋無垢、逆に欲にまみれてることは逆に純粋なんじゃないですか。野生的で、この野生的に生きてるので。いや、野生的は余計だったな今。そんな野獣みたいな人。あ、そっか、野獣って言うとなんか良くないじゃないですか。なんかあんまり野生的じゃないとなんて言うの、じゃあ。ワイルド？あ、いいじゃないですか。ワイルドライフ。なるほど。いやでも確かに欲望に溢れていることが逆に純粋は賢いよ。やったー。いや嬉しかったわ。ふんふんふん。余計な一言も言いましたけれども。大丈夫。今んとこ機嫌いい私。本当ですか。危ね危ね。いつ切られるかわからないんでね。いやそうだ。ドキドキ。でもさ、うんうん、もうあっという間にさ、うんうん、セレジョも1年じゃない。 ありがとうございます。ねえ、おめでとう。させていただきました。もうすっかりね、後輩もできて先輩になって、あのどう。いやでもさ、あの私もまだ新人だって思ってるんだけど、はい、どう、やっぱちゃんと先輩だなって思ってる。ゴはまだ新人で、白雪先輩はもう先輩だけど、ゴは新人です、うん、よ。このさ1年さ、うんうん、なんかこう振り返るというかさ、うんうん、なんか印象に残ってることとかある？印象に残ってること、うんうん、なんだろう。結構さ、私サンゴちゃんってね結構不思議だなと、うん、なんかこうつかめない、なかなか。うんうん、割と謎に包まれてる女の子ではあるなって思ってて。本当ですか？ミステリアスですか？暗号。こうただの可愛い妹じゃないよね、あなたね。本当ですか？暗号は可愛い、うん、楽しいで売ってるので。いやいやいや、結構なんかいろいろね、なんだろうな、雑談というかネタも達者だしさ。本当ですか？なんかこううん。なかなかいない中学生だなって、なんかね、見れば見るほど思う。いやだから今日はちょっとその辺をね、暴けたらいいなとも思ってるんだよね。この大惨事を通して、大惨事ですから。うん、あ、大惨事。やっぱ暴くと大惨事になっちゃうのかな。なんかね、隠してるよ。よんご、隠し事なんてできないですよ。やだ、やめてくださいよ。正直者で言ってるんですから、ご。なるほどね。ね、うん、ちなみにさ、ね、じゃあ今1年経って、うんうん、なんだろう、まセレジョと仲いいのはあると思うんだけど、うん、いい、特にこうさ仲いいとかいっぱいコラボしてるってなるとやっぱり琥珀ちゃん。そうですね、東堂琥珀が、うんうんうん、セレジョだと一番コラボ率高いですかね、うんうんうん、ね、あのコラボ名もね、そうなんです。王の王とちゃんとありますもんね。王の王で王とです、うんうん、王と、あ、イントネーションそうなんだ、王とな、んだ、はい、王の王と王の王なので王とです。なるほどね。
あとはじゃあ他にこうやっぱりコラボしたいなって思うライバーさんもたくさんいたりする？そうですね、本当に人と喋るのそんな得意マンじゃないので、あんまり話しかけたり難しいんですけど、それこそ今回ともえ先輩とコラボさせて、こうやってお話しさせていただいてるのすごく嬉しくて、3分劇場とかやってらっしゃるじゃないですか。ああ、声劇ね。そうそう、いいなー、すげえなーと思って、こっちやーと思って眺めてる。カッチェ、出たカッチェ。こっちですよ、先 輩。さっきね、サンゴちゃんに教えてもらったんです。皆さん、今はかっこいいカッチェって言うんだって。今はなのか分かんないですけど、語の周りは割とカッチェなーっていうこと多いですね。カチェーなんだ。ちっちゃいつ入んない。カチェー、カチェー。カッチェー、カッあ、チカッェー、カッチェー、わかんない。なんて言ってんだろう。チェー。そうなんだ。カッえ、チェー。結構サンゴさんも声劇がお好き。お、そうね。だってそれこそキラメちゃんとやってたものね。好きです。ありがとうございます。そう見なんたで見す。たキ見ラた、メすご先かっ輩とた。はよく声劇コラボさせていただいてて。そうそうそうね、お芝居好きがね、こう2人でやっててすごいいいなーって思って、私も見てたよ。本当ですか。じゃあゆき先輩もぜひぜひぜひぜぜひぜひひぜひお願いしねたいです。一緒え。に。私はもう全然、なんかもうなんだ、好きでやってるだけなんだけども、いや、いろそんいなことでろす。い教えてほしいわ。や、教えられることないですけど、一緒に演技して楽しいと思えるならいいかな、ガハハと思ってますね。いいね、いいね。え、じゃあ、なんかそういうね、お芝居のコラボしたいね。わあ、しようしよう。逆転したいもん。お姉ちゃんやってほしいもじゃあ、しゆき先輩が妹中やって学く生。れるってことですか？私、中学生やるよ。わかりました。じゃあ、ごわ、しゆき先輩って何歳のお姉さんですか？しゆき先輩って何歳のおあれ姉かさんですな、今、か？リモート切れましたね。切れちゃったのか。すいません、大丈夫かな。しゆき先輩ってそれで何歳のお姉さんですか？あ、聞くんだ。聞くんだ。今、ごまかしたのに。あや？この子、怖い。音声が切れただけって聞いたんだ私けど。は永遠の20歳。20歳のお姉さんか。ジャンゴと8歳違うから、おっきいお姉さんだな。それでも8歳か。なはは。それでも一回りぐらいなっちゃうのか。8歳上のおすげ姉え。さん。まあ、なるほど。ちょっとあなた、末恐ろしい子だということはよくわかりました。なるほどね。怖いもの知らず。いやー、それでこそ中学生。にゃ。